ダグラス・ウィルデス・フィスターは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、マーセド郡マーセド出身の元プロ野球選手、右ト左ヒだ。愛称はフィスト。2004年、カリフォルニア州にある、マーセドコミュニティカレッジ在籍時、MLB ドラフト49巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名を受けたが、契約せずに、カリフォルニア州立大学フレズノ校に進んだ。なお、フレズノ校では、 学業成績優秀な生徒であり、建築士を志していた。2005年にも MLB ドラフト6巡目でニューヨークヤンキースから指名を受けたが、この時も契約しなかった。2006年 MLB ドラフト7巡目でシアトルマリナーズから指名を受け、6月7日に契約した。同年からマイナーリーグ A-9 のエバレットアクアソックスでプレーを開始し、 20試合の登板、うち4試合が、先発登板で、防御率2.253勝5敗4セーブホイップ1.15、という成績を残した。2007年は、AA 級、ウェスト10ダイヤモンドジャックスに所属し、24試合の、先発登板で、防御率4.607勝8敗、ホイップ1.44という成績を残した。年も AA ウストでプレーし、 三十一試合の登板で、防御率五点四三六勝十四敗、ホイップ一点四九という成績を記録、防御率、ホイップともに二年連続で悪化したほか、デビューから三年連続で負け越した。この頃は、マイナーの先発ローテーションにさえ定着できない実力であった。二千九年八月七日、トリプル a 級タコマレーニアーズからメジャーに昇格し、翌日のタンパベイレーズ戦で、 メジャーデビュー、そして8月16日のヤンキース戦で、メジャー初勝利を挙げた。同年は11試合に登板、うち10試合に先発登板して、防御率4 1 3三勝4敗、ホイップ1.28という成績を残した。なお、この年マイナーでは、トリプル A 級タコマ以外に、AA 級、ベスト1でも2試合に登板しており、マイナー合算では24試合の登板で、 6勝4敗、防御率3.81、11死球、79、脱三振、ホイップ1.35を記録した。2010年は5月終了時点で10試合に先発登板して、防御率2.2453勝3敗と、高騰していたが、6月初旬に右肩を痛めて、故障者リスト入りした。復帰後は18試合に先発登板で、 防御率5.243勝11敗と負け越した。トータルでは28試合の先発登板で防御率4.116勝14敗、ホイップ1.28という成績だったがメジャー2年目で規定投球回に達した。2011年は7月末の時点で21試合に先発登板し防御率3.33ホイップ1.17という 好成績を残していたが、3勝12敗と、負け越していた。2011年7月30日に、フランシスコ・マルティネス、チャーリー・ファーブッシュ、キャスパー・ウェルズ、チャンスラフィントのトレードで、デビッド・ポーリーと共にデトロイト・タイガースへ移籍した。タイガース移籍後は、得点援護が十分であったことや、アレックス・ワビラ・ホッシュとの相性が良かったことが影響し、特に最後の8試合は、 すべて1失点以内に抑える高騰を見せ、11試合の当番、うち10試合が先発当番で防御率1.798勝1敗、ホイップ0.84という成績をマークした。2チーム合算では32試合216.1イニングの当番で防御率2 8 3十1勝13敗、ホイップ1.06という成績で、 キャリア初の防御率2.00台、2桁勝利、200.0インニングを記録した。自身初のポストシーズンでは、アルズでは2試合の登板で、防御率6.52だったが、アルックスでは、防御率2.45ホイップ0.96という、内容を記録した。2012年は4月と6月に2度、故障者リスト入りしたが、レギュラーシーズンでは26試合に先発登板して、 防御率3.4510勝10敗、ホイップ1.19を記録2年連続2桁勝利を挙げた。ポストシーズンではワールドシリーズの第2戦でライナーが頭部に直撃する事態に見舞われたが7回途中まで1失点に抑える高騰を見せた。2013年は33試合中32試合に先発登板し、 うち22試合で QS をマークする安定感を発揮。防御率3.674勝9敗、ホイップ1.3144死球、159、脱三振という成績を残し、勝利数や脱三振で自己ベストを更新した。ポストシーズンでも2試合に登板して高騰した。2013年12月2日に、スティーブ・ロンバードッジ、 イアン・クロル、ロビー・レートのトレードで、ワシントン・ナショナルズへ移籍した。2014年2月1日に、ナショナルズと1年契約に合意した。3月29日に、肘の炎症で15日間の故障者リスト入りした。5月9日のオークランドアスレチックス戦で、復帰したが、4.1回を9アンダー7失点と、抑えられず、敗戦投手となった。その後、8月に、 メラノーマの切除手術を受けた影響で打ち込まれた時期もあったが25試合の先発登板で規定投球回には到達。防御率2.41はリーグ4位、16勝はリーグ7位にランクインし、シーズン終了後のサイヤング賞投票では8位に入った。2015年7月29日にジョナサン・パペルボンの加入に伴い、 背番号58から33に変更した。この年は、ピッチングの約6割を占めるツーシームの急速が低下して、長打を打たれる場面が増えたため、8月になってリリーフに回った。最終的には25試合に登板し、防御率4.195勝7敗1セーブホイップ1.40という成績を記録、5年ぶりの防御率4.00以上、10勝、 未達だった一方、自身初のメジャーでのセーブを挙げた。オフの11月2日に FA となった。2016年1月28日、ヒューストン・アストロズと1年700万ドルで契約を結んだ。背番号は再び58となった。アストロズでは32試合に先発登板し、防御率4.6412勝13敗、ホイップ1.43という成績を記録した。 二年ぶりに規定投球回に到達して2桁勝利も上げたが、防御率とホイップは2年連続で悪化した。オフの11月3日に FA となった。2017年5月末にロサンゼルス・エンゼルスと契約を結んだ。ここでは、トリプル A 級のソルトレイクビーズで3試合に先発登板し、防御率4.021勝無敗、ホイップ1.34を記録していたが、 メジャーで登板する機会がないまま、6月23日に、ウェーバーにかけられた。ウェーバーにかけられた2017年6月23日、ボストンレッドソックスと契約を結んだ。6月25日のエンゼルス戦で先発したが、6.0回、3失点の投球で敗戦投手となった。この年は18試合中15試合に先発登板したが、 メジャーデビュー年以来8年ぶりに100点レーニング見立つに終わり、防御率は3年連続で悪化、5勝9敗は3年連続で負け越しという結果だった。オフの11月2日に FA となった。2017年11月28日にテキサスレンジャーズと1年350万ドルで契約を結んだ。2019年2月13日に引退を表明した。 フィスター自身、僕はゴロを打たせることに主眼を置いている、シンカーボーラーと話しており、打たせて取るタイプの技巧派である。球速は、一時140キロ台半ばだった頃も、あったが140キロ前後である。持ち球は、ツーシームシンカーが主体であり、他にチェンジアップカーブカッタースライダー等を投げる。速球のシーズン平均球速が90、マイルパーアーを超えたのは、 メジャー昇格後では2011年の1回だけで、その他の年は88から89マイルパワー程度である。プレッシャーのかかる場面に強く、ポストシーズンでも高騰している。ありがとうございます。